こんにちはキッドマン北海道探索チャンネル今回は白老町にあります感動網元カニ御殿という巨大施設がありましてレストランとかお土産なんかを販売してるんですがその施設に行った時の様子ですトイレの数が日本最大規模だと思うんですねものすごい面白い施設なのでご覧ください この感動網元蟹五殿に行くにはケアハウス入り口というバスのね、バス停があるのでそこで降りるとこちらの施設に行くことができます。道南バスでございます。36号線でございます。ファミリーレストランと書いてますがオープンした当初は家族連れなんかをターゲットにしたと思うんですけれども現在は外国人観光客メインだと思います。 お店の入り口にあります巨大熊と鮭のオブジェなんですけれども、1993年にお店を新しく改装した時に取り付けられたそうです。非常に巨大で、熊は全長15メートル、高さが10メートルあるそうです。横幅が8メートル、重さがなんと30トンでございます。鮭も全長12メートル、高さが3メートル、横幅が1.5メートルでございます。これ実寸大の鮭 がいたらびっくりしますよね。3m の鮭、見てみたいですね製作費がどうやら1億円を超えるらしいです鉄骨を組んで発泡ウレタンで形を作って特殊なプラスチック加工で仕上げられております団体旅行向けのご一行様っていう札があるんですけれども予約はほとんどありませんでしたが外国人観光客はこの後たくさん来ました 入り口なんかにも魚を販売しているスペースなんかがありました。これは吊るして魚を回転させて乾燥させるやつかな。ノンアルコールビール飲んでも安心って感じで、会社の団体旅行向けなのかなと思って見ておりました。鹿とか熊なんかの巨大オブジェ、北海道らしい動物が展示してあります。 正面のヒグマはおそらくぬいぐるみ的な感じだと思います。こんなに頭がでかくてゴロンとしてるわけないですからね。この左側のヒグマが標準の頭の大きさみたいな感じです。ただ北海道らしさのインパクトっていうのは120点でございます。このようにね、電気なんかがありまして、よーく見ると昭和独特の雰囲気があります。素敵ですね。このレストランなんですけれども、どうやら1500人収容できるらしいです。 限定メニューでございます。限定に弱いあなたにはぴったりなのではないでしょうか。穴子天丼丸ごと1匹あるっぽいです。そしてハマグリラーメン。限定2食。2食ですよ。2人食べたら終わりでございます。そして私ね、この本ズワイガニ仕様のカニ天丼を食べたいです。社長一押しですから、これはもう間違いないのではないでしょうか。限定5食です。5人しか食べられませんからね。野球部で行ったら半分の人は食べることはできません。 こちらも5食限定、イクラサーモン丼でございます。素晴らしいですね。北海道をたくさん感じることができるのではないでしょうか。 バスが到着しました。どうやら台湾だと思うんですけどね、台湾か、まあ、香港あたりの方々が団体客でいらっしゃられました。これ、お土産屋さんなんですけれども、地元北海道の人が行っても楽しめるようなものっていうのがたくさんありまして、まあ、その他に北海道らしいお土産なんかがあります。カニ、鮭、タラコなんかを使った海産物を中心に、お菓子や民芸品なんかも販売しております。 先ほどこちらの施設では1500人レストランに収容できると言いましたけれどもそれに合った人数のトイレも必要ということになりますこちらのトイレをご覧くださいトイレの数とんでもないですよねカメラを止めて1人でおしっこをしたんですけれども非常に素晴らしい絶景でしたもう景色と言っても過言ではありませんまあこれでね団体客がツレションね20人ぐらいツレションしても大丈夫な数のションベンキーとなっております非常にね清潔感もありますし使いやすいショ 便でした実は去年の今ぐらいの時期にこのトイレを見るためだけに札幌から来たんですけれども感染症拡大の影響でこのお店自体封鎖されていたので今回見ることができて本当に良かったですこちらの電気も非常にゴージャスですね私を楽しませてくれます健康ランドとかあとサウナ昔のね昭和のサウナの天井にあったような電気でございます こういった素晴らしいデザインの電気っていうのは電気の交換が大変らしく、現在は光らないっていうケースが非常に多いです。こちらの電気はね、夜になるとどうなるんでしょうね。 さらに2階に上がっていくんですけれども、手すりの剥がれた感じとか、あたくさんの人がこの手すりを触ったんだなという感じとか、あと床がね、少し人が歩きすぎて丸くなっている、丸みが出ている感じなんかも最高でした。見てください、この座席数。修学旅行生が10クラス座れるんじゃないかっていうぐらいの座席数で、なおかつ会社のね、会社員の団体客が来ても大丈夫なぐらいの座席数がありました。そしてこのようにね、もうタンスがあ お金持ちのうちの中にあるようなねタンスなんかもあって親しみがありましたここにも丸いタイプのゴージャスな電気があります昔の観光バスの電気もこんな感じじゃなかったでしたっけ観光バスに乗ったのにバスが揺れるたびにこの電気のねシャンデリアみたいなのがゆらゆら揺れていた記憶があるんですけれどもそれ分かる人いますかね 白老いカニ年の2階レストランから見た情景なんですけれども美味しい北海道のサーチを食べつつ海も見ることができますこっちの海は太平洋です雰囲気的に団体客向けではあるんですけれどもホームページには個人でも利用することができますよみたいな感じなので個人で行っても歓迎されるのではないでしょうかレトロ好きがねここで電気を見ながら食べるカニ飯は最高だと思います おそらくお土産用のカニでございます。地方発送も受けたまわっております。そしてね、先ほどの外国人観光客の方々がね、多分立ち振る舞いとかがかなり、あの、行儀いい感じだったので、まあ明らかに台湾とか、まあ香港とかね、その辺の人たちだな、ということがわかりました。 インンバウンド外国人観光客がこのように戻ってきているので白尾町もこれから元気に活性化していくのではないでしょうか、まあ、それをきっかけにね古城浜とか素晴らしい温泉があるのでそっちもね元気になってもっとパワーを、ね、つけていただきたいなと思っておりますお土産屋さんなんかも非常に活気づいておりましていろんな商品をもう買って買ってって感じで従業員もねこの日は走り回っておりました おしゃれな昭和のデザインのテレフォン、電話ボックスでございます。まあドライブしていて白追いのこのね、カニ5殿の中から電話をして今白追いにいますよとかね、そういう話をしていたのではないでしょうか。もちろんね、この施設が建てられた時っていうのはもう携帯電話とかね、おそらくなかった、持ってない人がほとんどだったと思うのでね、電話ボックスの役目っていうのは非常に重要だったと思われます。 一方、こういった素晴らしい施設の周辺には廃墟が広がっております。こちらはウォータースライダーがあった温泉施設なんですけれども、まあ管理者の方にね、以前電話したあの動画がね、あったと思うんですけれども、この状態のまま買ってくれる人を待っているということなので、廃墟のまんまこのように朽ち果てております。 周辺にはウポポイなんかの観光施設なんかもありますし、まあウポポイがいいか悪いかとかはここでは置いときますけれども、あとは苫小前方面とか室蘭方面、まあ、函館から札幌にね、こう観光バスが走るときは必ず目にする,するようなところです。 白老の観光の印象を変えたいのであれば、このような施設っていうのはね、かなり足を引っ張るのではないでしょうか。所有者がわからなかったりとか、所有者がいるんだけれども、この施設ごと、朽ち果てた施設ごと買ってくれる人を待っているとかね、そういう人がいる限り、なかなかすぐには改善されないんじゃないのかなと思って見ておりました。あなたはどう思いますか そんな感じで今回は白老町のカニ殿店の様子と周辺の廃墟の様子でした。カニ殿店のね、トイレであの、しょんべんしてください。すごいなんか特別な気分になれます。そんな感じでありがとうございました。